皆さんこんばんは。本日は期間限定イベント、カタカゴのアフターハロウィンのストーリーとイベントガチャを回していきたいと思います。それではまずストーリーからどうぞ。
続いてピックアップガチャを回します。1回目、初回でマリニャンが来ました。2回目、2回目のガチャ途中で画面がブラックアウトしてしまいました。 PC 版は最近この現象が連発しているので困っています。気を取り直して3回目、マリニャンは出ましたが、カタカゴが出ないので、ステップアップガチャに切り替えます。ステップアップガチャ、1回目。マリニャン2枚目、ステップアップガチャ3回目。ステップアップガチャ4回目。ステップアップガチャ5回目。確定のステップアップガチャ6回目。
やっと肩が動きました。ガンダム来た。カタカゴ2枚目。本日は期間限定イベント、カタカゴのアフターハロウィンのストーリーとイベントガチャをお送りいたしました。ご視聴ありがとうございました。